その、まあ、ターゲットとして狙っていると。で、 ですけれども、まあ、中国の方にはもちろんその INF 中距離弾道ミサイルが1900発ぐらいあるんですが、中国と北朝鮮の中距離弾道ミサイルが日本に向かっているのに、アメリカが北朝鮮と平和条約を結んでしまったら、完全にその日本は丸裸状態で守ってくれる国がないというふうなところをどうするかというのは非常に見ものなんですね。で、いろいろ、アメリカ側から発信していることを聞きますと、まあ、アメリカは心配するなと、もう一回 INF を、例えば、まあ、トマホークというんですけども、トマホークを日本に、持ち込むようなことを示唆したりですね、でもしくは F-22 という、まあ、爆撃に核を積んで抑止力をつけるとか、まあ、そういうようなことを、まあ、言ってるんですが、本当にやってくれるのかなと、非常に日本にとっては不安なんですよね。だからそういう具合に先ほどから申しているように本当に平和裏に、まあ、この会談終わって拉致被害者の方も救出されるのが本当に願うことなんですが、その反対側にはやっぱり日本の安全保障というものがやっぱり深く、まあ、関わっているというのことを、まあ、見逃せませんし、それから実際米朝が平和裏に平和条約を結ぶんだったら日本からの、やっぱり援助金というのが非常に期待されているということ、それから韓国が何としてもやっぱり一番北との平和を望んでいるでしょうから、まあ、統一朝鮮ができる可能性もあると。それから何よりも国連軍ですね。その前に国連軍が解体してしまったら、38度線にいる国連軍のみならず日本にいる国連軍の、なんて言いますか、展開している部隊も全部解体されるわけになりますから、今まで国連に加盟している国々は自由にそう日本に、パスポートなしで飛来してたんですけど、それもやっぱなくなってしまうということなので、日本の国、アメリカの国だけではなくてですね、その他の国々にとってもやっぱり大きな問題なんですね。ですから、極東のというか東アジアの安全保障を本当に塗り替えるぐらいの、会談が今ここで行われているし、明日その本番が来るということになると思いますね。そうですね。まだ、今日ではなく明日が本格的な、会談ということになるわけですから、今日も先ほど会談、そして、20分ほどの会談、そして、今夕食会が行われている最中と見られます。こちらは、先ほどの夕食会の、冒頭の様子ですかね、をご覧いただいて、繰り返しご覧いただいている状況です。いや、食事をしながら行うその会談の中身、何を重点的に話すんですかね。食事をしながらっていうのは、ワーキングディナーよくやるんですけども、外交官の席では、その時には本当にジョークを交えながら革新的なものを一言二言言うと、そんな感じですよね。一言二言なんですね。一言二言、その一言二言にいろいろなものが、ね、いろんな気持ちが込められてるんでしょうね。しかもね、明日の会談にそのまま続きますから、非常に重要な会談でもありえますよね。そうですよね。この夕食会もそういった意味では明日の本格的な首脳会談に向けて本当に非常に重要なものとなるというのが予想されますけれども、今回のこのスケジュールっていうのはそもそもどっちが提案したんですかね。これは、その場所は、北側ですよね、間違いなく。そうですね。でそれからやっぱり内容に関しても双方がおそらく交渉しながらやってたことなんでしょうけどね。時間的に限られてますから、その中でどういうアジェンダで話すかということがポイントになってくると思うので、その時のアジェンダの上げ方を前もってその事務局の連中が詰めるという具合になってますよね。そこは問題ですね。で本当に食事何食べるかからどういう具合に何時何分についてどういう具合な警備体制を引いて周りに人入れずに、ここに到着してどちらが握手をしてまで細かく決めるわけですからですね。そこのこれまでに来るまでが相当なやっぱり準備がいったと思いますよね。そうですね。それもかなり短期間でやったわけですから、今回行われたのは会談、そして夕食会ということに、なります。そして明日本格的な米朝首脳会談が行われます。どのような内容が話し合われてどういった合意がなされるのか、非常に注目するポイントでもあります。明日も米朝首脳会談について生中継の映像を交えて詳しくお伝えします。
ここまで解説はアメリカの政治や安全保障政策がご専門の拓殖大学川上隆海外事情研究所所長でした。川上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、米朝首脳会談の特番をお送りします。今日ですね、いつにも増して輝いて見えますね。これのおかげじゃないですか。これね、本当に輝きの美しいダイヤですよね。それもそのはず、そちら大丸松坂屋百貨店の法人外商事業部がえりすぐったダイヤペンダントなんですよ。今回使用したダイヤは 0.5 カラットよりほんの少し小さい 0.45 カラットになります。なかなか数が揃わないのですが、コツコツ集めご用意させていただきました。ちなみにこちら大粒の 0.5 カラットとちょっと比べてみましょう。ほとんど一緒ですね。言われないとわからないですね。ですよね。そしてペンダントトップはプラチナ900、スクリュータイプのチェーンはプラチナ850を使用しています。でもこれだけいいものだとお値段がちょっと気になりますね。プラチナ 0.45 カラットダイヤペンダントは税抜き39,800円です。外商部品質でしょ、サンキュッパー。私30万ぐらいするものかと思ってました。しかも 0.2 カラットルビーペンダントをお付けします。わーすごい。特典付きでサンキュッパーってことですよね。驚きですね。これはお申し込みはフリーダイヤル 0120-160-839 0120-160-839 まで。このアタックを受けられるか。ライドブラスターダーク、ブラスターダーク、行くぞ。勝利を若手に、敗北を汝に。新しいルールで始めやすくなった。君もヴァンガードしようぜ。ブシロード。自動車保険の更新ハガキが届いたんだけど、休日しか乗らないし通販型もいいかなって。保険料は条件によって異なりますが、対人対物はもちろん無制限、人身障害と車両保険をつけてこの価格になります。さらに年間予定走行距離が5000キロ以下でしたらこの価格に。車両保険を外したら。はい、こちらになります。そんなに。でも事故の時は大丈夫。はい、ご安心ください。チューリヒは事故対応でも高い評価をいただいています。24時間365日受付で専門スタッフが現場まで駆けつけます。それでこの保険料。また事故の際の修理箇所を永久に保証するサービスもご用意しています。安心だね。事故も起こしてないのに保険料があまり変わらなくて通販型もいいかなって。車両保険もつけてこの価格です。車両保険もつけて。さらにゴールド免許でしたらこの価格に。車両保険なしの場合はこちらになります。助かるわ。でも何かあった時は。チューリッヒは車両保険なしでも全てのご契約にロードサービスが無料でついています。事故や故障の際現場での応急処置に対応できるサービス拠点が全国に約9500箇所ございます。しかも故障の際のロードサービスはご利用いただいても翌年の保険料や等級には影響はありません。通販型でも安心ね。
でも保険料は？はい、この価格です。またチューリッヒには7つの割引がございます。例えば早割、保険開始日の45日前までにご契約をされたお客様への割引です。いいわね。ケア、いつもあなたのことを。皆様もお気軽にチューリッヒにお電話ください。10分ほどでお見積もりをご案内します。お見積もりはもちろん無料。フリーダイヤル 145-505。 バイク保険もチューリッヒ。TBS ニュースです。この時間のニュースをお伝えします。日本郵便は皇位継承に伴う10連休の配達業務について、5月2日にはがきや手紙など普通郵便の配達を行うと発表しました。10連休大変に長い間お休みになるとですね、お客様いろいろご不便をおかけする可能性あるなと考えましたので、中日の5月2日は我々運営をさせていただくと。日本郵便は新しい天皇の即位に合わせて10連休となる4月27日から5月6日のうち、通常配達をしている土曜日の4月27日のほか、特例として5月2日の祝日にもはがきや手紙などの普通郵便を配達すると発表しました。日本郵便は5月2日に配達するためには4月30日の午前中までに郵便ポストに差し出していただく必要があるとしています。一方、ゆうパックや速達、書き留めについては連休中も毎日配達するということです。三洋食品とハウス食品は人件費など製造コストが上昇しているとして、即席麺を6月から値上げすると発表しました。三洋食品が6月1日の出荷分から値上げするのは、札幌一番シリーズの醤油味や味噌ラーメン、カップスターなど販売するすべての即席袋麺やカップ麺で、希望小売価格を平均でおよそ 5% から 8% 引き上げます。またハウス食品も6月1日の納品分からうまかっちゃんシリーズなど即席の袋ラーメン16品目について希望小売価格を平均で 5.7% 引き上げます。小麦など原材料費に加えて人件費や物流費なども高騰していることが要因で、即席麺をめぐっては日清食品や東洋水産なども6月からの値上げを発表しています。強制性交の罪で起訴された俳優の新井博文被告が勾留されていた警視庁本部から保釈されました。俳優の新井博文、本名パクキョンベ被告は去年7月1日未明、自宅マンションでマッサージ店から派遣されたセラピストの女性に性的暴行を加えた強制性交の罪で今月21日に起訴されました。新井被告をめぐっては東京地裁が今日保釈を認める決定をし、これに対して検察側が決定を不服として準抗告しましたが、東京地裁は準抗告を退けました。新井被告はすでに保釈保証金500万円を納付していて、およそ1ヶ月間勾留されていた警視庁本部から保釈されました。広島市で高齢の男性が死亡しているのが見つかった強盗事件で、指名手配されていた男がいました。男は家の人に気づかれて刺したことに間違いないが、お金は取っていないと供述しているということです。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは呉市の無職富田幸信容疑者です。広島市中区の住宅で植松和弘さんの首を刃物で突き刺すなどして殺害、現金を奪い取った疑いが持たれています。警察によりますと、昨日深夜、京都市内の事務所の男性が、昼頃に自転車に乗った男が来た、五条烏丸に行きたい、東京に行きたいと話していたと通報。警察は東京方面に向かう国道1号線で警戒を強めていました。富田容疑者はこちらの国道1号線沿いを北に向かって自転車に乗って逃走していたということです。警察は午前0時半ごろ、
滋賀県大津市の